当チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。たくさんのお悔やみの言葉と励ましの言葉をいただきまして本当にありがとうございます。おかげさまで私たち家族もだいぶ心が落ち着きまして、今は前を向いて頑張ろうとしているところです。今日このような動画を撮っているのはですね、コメント欄にて私たちこれから介護を始めます、この動画を見て参考に頑張りますというコメントもいくつか見受けられまして、でそれならばエミーの介護の時に、これは役に立ったなっていうアイテムをいくつか紹介できればなと思いまして、このような動画を撮っております。ただこの動画を見るにあたって注意点が2つあります。1つ目はまず、私たちがエミーを介護したのは本当に短い期間で、おむつをつけてから約1週間もしなかったかな、5日ほどで、飲めなくなり食べられなくなり、本格的な介護という介護は本当に5日ほどしかやってません。なので多分他のもっと介護もう1年以上やられている方もいらっしゃると思うので、私たちが紹介するアイテムよりもっといいものを多分ご存知だと思います。その場合はもしよかったらコメント欄などで、このアイテムいいよ、あのアイテムいいよっていう風に紹介していただければなと思います。注意点2つ目です。2つ目はですね、コメント欄もしっかり、私が紹介するアイテムもしっかり、必ずそれがいいと紹介されても、それが本当にいいものか、それが本当にそのワンちゃんにとって与えてもいいものか、やってもいいことなのかを必ずご自分で調べて、確信を持ってからやっていただきたいなと思います。命を前にするとですね、本当に冷静な判断ができなくなります。本当にこの子の命を救うためだったらば、もう何でもやってあげたいっていう気持ちになっているので、本当にこの薬がいいよとかこういうことするといいよって言われると、本当にやってあげたくなってしまうんですね。ですが、その効果があるかどうかっていうのはそのワンちゃんにもよりますし、もう全く効果がない場合もあります。なのでそれが本当に必要なものかどうか、試してみる価値はあるかどうか、必ず一度冷静になってご自分で調べて確信を持ってから試していただきたいです。ではまず最初にご紹介したいのがこちらですね、スポイト。これ園芸用スポイトなんですけれども、最初はシリンジを探していたんですが、その時にこれがいいよとお店の人に勧められたのがスポイトですね。そのお店の方もちょうど私たちよりちょっと前にワンちゃんを看取ったということで、これを使ったらすごく役に立ちましたよということでおすすめしていただきました。これはホームセンターで普通に売ってます。何がいいかっていうと、最後の方は本当にお水も飲めなくなるので、その時にこれでスポイトでチューッと口のところにですね、チューッと入れてあげると飲んでくれるので、なのでこれとても良かったです。あとスープなんかもね、これで与えるとそんなにこぼれることなく確実に口の中に入れることができたので、すごく良かったです。次はペットショップにも、多分ペットコーナーとかにも売ってますね。シリンジですね。いわゆる注射器の注射針のない状態のもの。これはカリカリのご飯が食べられなくなり、柔らかいドッグフードとかも食べられなくなり、もういよいよ流動食っていう時に、この中に流動食ですねを入れて、でこれでチューッと口の中に入れてあげると、もぐもぐと食べてくれました。これは本当に最後まで役に立ちましたので、ぜひ介護をしてる方は、もう今介護されてる方はもう多分必需品だと思います。必ずこれは使うことになると思うので、ぜひチェックしてみてください。介護が進んで自分でご飯が食べれなくなった時に一番役に立ったのはこれですね。じゃじゃん、
チュールチュールチャウチュールですね。これね、ほんとすごいですね。エミーもハルも大好きでした。本当に、なんでしょうね。味が美味しいのかな、やっぱり。もう見るだけでこうやって近寄ってきちゃいます。で、何がいいかって、これ、おやつ用のものと、こうやって、総合栄養食って、ご飯用のものとか売られてるんですね。で、エミーはこの総合栄養食の、ご飯用を、与えてました。もう最後は本当にもう口も開けられない状態だったんで、それをここにこの中に入れてですね、ジューッと口の中に入れてあげると喜んで食べてましたね。最初のうちはそれこそチュールチュール CM みたいにあげてたんですけど、なんで美味しいのか、そう、でも最後の方はそれすら食べてくれなくなって、もう無理やりって言ったらちょっと語弊がありますけど、とにかく何でもいいから食べてほしいっていう気持ちで、このジューッと口の中に入れたらもぐもぐもぐって食べてくれたので、本当にこれはお世話になりました。チュールじゃなくても液状のねご飯、他のなんかやつも販売してるので、それでもいいと思います。ワンちゃんの好きな味をもし分かっているようだったら、その好きな味のやつをあげたら多分喜んで食べてくれると思います。ありがとうございます。はい、次はですね、おむつですね。もうこれはもう当然の、介護をするんだったら当然のものですね。犬用おむつはちゃんとこうやって穴が開いて、尻尾のところがこう入れられるようになってます。でこれでもいいんですけど、意外とこのペット用のおむつが割高なんですね。で何かの方にこれがいいよっておすすめされたのが、人間用の赤ちゃんのおむつに尻尾用の穴を普通にこうやってブスッと開けてですね、使うといいよっていうことを教えてもらいました。エミーはそれをじゃあ試してみようと思った矢先にだったので、結局試すことはできなかったんですけど、ぜひもしこれからおむつがずっと必要になるんだという方は、人間用の赤ちゃんのおむつでこう試してみるといいかもしれません。おむつといったらですね、子育てをしたことがある方はわかると思うんですけど、やっぱデリケートゾーンですねを清潔に保たなきゃいけないんですね。その場合に、我が家の場合はですけど、赤ちゃん用のこのお尻拭きを使ってきれいにしてました。お風呂に行って洗ってあげるっていう手もあるんですけど、それだと人間の方もすごく負担ですし、あとワンちゃんにとっても移動して洗ってまた乾かしてっていうのも負担になると思うので、これでこうやって1枚の紙になっているので、これでささっと拭いてあげると清潔に保たれます。でこのままおむつと一緒に捨てることができますので、これは人間の赤ちゃんもこれ使ってますね。すごくいいです。財布も使えなくなったら掃除用とかで使えるので、ぜひ使ってみてください。これはドラッグストアとかで普通に買えます。うちは役には立たなかったけど、一応買ってみた辺がこちらですね、ハーネス。これは役に立たなかったっていうと語弊がありますね。実際は1回しか使えなかったっていうのが事実です。どういう風に使うかっていうと、こういう風に足腰が弱ったワンちゃんのお腹を支えてあげるこうハーネスになります。これやっぱりエミーは最後おむつは履いたんですけど、最後の最後まで自分でトイレまで歩いてトイレをしようとしてたんですね。でその気持ちを汲んであげたくて、私がこの腰のところを持ってあげてじーっとやってたんですけど、それを見てパパが
こういうのがあるから買ってやってみればっていうふうに、そしたらママも楽なんじゃないって言ってくれて、で買ってみました。で一度だけ試したんですけど、もうその後はあれよあれよと、立てなくなってしまったんで、結局使えなかったっていう。なのでもしまだ足腰がちょっと弱ってるぐらいかなっていうワンちゃんがいらっしゃいましたら、ぜひこういうのがあるよっていうのをご紹介したいなと思いまして、こうやってマジックテープでこう胴体をこうやってで支えるっていう形ですね。こういう感じです。このワンちゃんによって前足が弱かったり後ろ足が弱かったりっていうのがあると思うんですけれども、ネットとかで調べると前足用後ろ足用っていうのも売っているので、そのワンちゃんの状態に合わせて買うことができると思います。なのでもしちょっと真ん中よりは前足の方をちょっと支えたいな、後ろ足の方を支えたいなっていう場合は、その後ろ足ハーネスとか前足ハーネスっていうことで検索していただければ出てくると思うので、よかったらチェックしてみてください。介護とまではいかないけど、これちょっと役に立ったよっていうのをおすすめしたいんですけれども、それはこちらですね。以前も紹介させていただきました、老犬が足が弱くなってフローリングとこで足がどうしても滑ってしまうときに、このシールを足の裏にペタッと貼ると滑らなくなりますというやつですね。これは何人かの方が試してみたら本当に滑らなくなりましたっていうお声もいただいたので、改めてこれおすすめしたいと思います。こちらね、サイズがそれぞれ犬種によって違いますので、ぜひそれはチェックしてみてください。ペットショップとかではあまり見なくて、私はネットで見つけました。で一応もしちょっと欲しいという方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク先を載っけておきますので、ちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。以上、今回は、介護で役に立つんじゃないかと思うアイテムをご紹介させていただきました。最初に言った通りですね、私は本当に介護に関してはもう本当に素人も同然です。もっともっと詳しい方いっぱいいらっしゃると思います。その方たちから見ればそんなものって思われるかもしれないんですけれども、本当に介護まだ始めたこともない、どうしたらいいかわからないっていう方たちにこういうのがあるよっていう紹介をしたかったので、もしそれ以上にもっとご紹介したいものがあるとか、こっちの方がいいよ、あっちの方がいいよっていうものがあれば、ぜひコメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。